が首相がゴールデンウィークに予定していたインドとフィリピンの訪問について取りやめる方針を固めたことが取材でわかりました国内のコロナ対策に専念することまたインド国内でコロナの感染が拡大していることが理由だそうですについて富江取りやめる方針を固めたことが fnn の取材でわかりました 国内のコロナ対策に専念すること、また、インド国内でコロナの感染が拡大していることが理由です。ワクチンを打ったとはいえ、インドは危ないと思います。そもそも、外遊よりもコロナ対策を優先してほしいです。外交よりも国内で検討すべき課題が山ほどあります。そういうことから、逃げるような外交をしたところで、 意味がないと思いますインドを今訪問する世界の政治家はいないでしょうオンラインでしっかりと話してほしいですインド側もそれならきちんと外交をするでしょう